中日高橋宏斗最少被弾記録更新確実。中日高橋宏斗シーズン防御率70年ぶり球団新&最少被弾記録更新確実に。3回2失点降板、防御率 1.38。 加藤拓バントで宏斗に代打か。わーい3時だ、同点の時間だ。珍しいな、あっさり得点。宏斗調子悪いからな。失点してなかったら続投だったろうけど、2失点もしてりゃもう交代だわな。まあ妥当だな、この交代叩くやつはもう立つ波嫌いだろう。防御率的に変えないといけないの？2失点で済んでよかったと言うべきか。今後は才木次第かな。才木は12イニング無失点で 1.50 だから現在 1.38 の橋には勝てないという判断か。もっと投げて防御率下げないと。勝ち越される前に松山登板頼む。本当に防御率なんだな。タイトルなんてこれから何度でも取れるのにって言っといて取れずに終わるんだけど、俺ならよく書いて5回まで引っ張っちゃうな。勝ちもつけたいし。でも最終戦も投げるんだよね。多分球団新記録でフィニッシュ。ゴエカはゴエは自分のスイングで来てて良いな。もっと出番増えるといいな。ご視聴ありがとうございました。